皆さん、こんにちは。タレントの高見知佳さんが21日午後1時半ごろ、出身地の愛媛県新居浜市で亡くなりました。60歳でした。関係者によりますと、先月から肺がんなどで療養中だったということです。高見さんは1980年代に活躍された元アイドル歌手であり、女優であり、マルチタレントです。4年前に母親の介護のため、地元に戻りラジオ番組のパーソナリティやイベントの司会などをしていました。また2022年7月の参院選では立憲民主党の推薦を受け、愛媛選挙区から無所属で出馬していました。今回はそんな高見さんの経歴やご家族について調査してみましたので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは簡単なプロフィールからご紹介します。愛称ちかちゃん、本名高橋ふさよ、生年月日1962年7月9日、身長158センチメートル、出身地愛媛県新居浜市、最終学歴下越女子高等学校、所属事務所田辺エージェンシー。高見さんは泉川小学校、泉川中学校を卒業後、下越女子高校に入学しますが、1978年の16歳の時にシンデレラで歌手デビューし、芸能活動が忙しくなったため自主退学しました。中学時代に地元で行われたのど自慢大会で優勝したことでスカウトされたことをきっかけにデビューしました。小学生の頃から新居浜少年少女合唱団に所属しており、すでに歌唱力の高さから先生や仲間からも信頼が厚かったといいます。高校進学時に上京し、デビュー後しばらくヒット曲に恵まれませんでしたが、1984年に発売の唇ヌードが資生堂 CM ソングに起用され、一躍注目を集めるようになりました。そこから女優としても活動され、映画蒲田行進曲やドラマ裸の大将放浪記など様々な有名作品に出演されています。明るく可愛いアイドルとして多くのファンを獲得していた高見さん、近年はほとんどテレビなどのメディアに出演することはなくなっていたそうです。高見さんの主な仕事については、沖縄に移住して飲食店で働いているらしいという噂が出ていました。テレビ出演が減ってからの高見さんは、確かに沖縄で働いていたことがありました。2016年に公開されたインタビュー記事では、沖縄の旦那さんのお店を手伝っていることが明記されていました。随分と長い間テレビなどのメディアで高見さんの名前を見ることがなかったので、いつの間にか結婚し出産までされていたことに世間を驚かせました。旦那さんのお店は沖縄県読谷村にあるオブリガード、多彩なメキシコ料理を楽しめるレストランとして多くの人から親しまれているようです。高見さんは2001年7月にご結婚されていました。お相手はメキシコ系アメリカ人のマーク・エスパーザさんです。高見さんと夫の出会いはテレビ朝日系の番組朝だ生です旅サラダでの海外ロケだったそうで、アメリカにロケに行った時にコーディネーターをしていた夫と出会い、出会ってから5ヶ月でご結婚されたそうです。高見さんが39歳、夫のマーク・エスパーザさんが27歳の時でした。12歳の年の差があったようですね。国際結婚で、年の差婚で、スピード婚と、この3つが揃うのはなかなか珍しいですよね。ご結婚された当時はアメリカと日本を行き来していたということですが、息子さんが誕生して1歳半の時に沖縄に移住しています。息子さんの名前はモアさんといい、2022年には20歳になります。沖縄には夫のご両親が経営するメキシカン料理店があり、それを継ぐための移住だったそうです。高見さんが沖縄で働いていたのは主人とお店を継ぐためだったのですね。沖縄でも少しは芸能活動をされていた時期もあったようで、沖縄の銀行や飲料メーカーの CM に出演されていたこともありました。2016年頃には高見さんの母親が入院してしまったことから、沖縄と愛媛を往復して看病されていたそうです。その時には夫も母親の看病のことを理解してくれていると言われていますが、2018年に離婚されています。息子のモアさんの中学卒業を待っての離婚だったそうです。
そんな高見さんにも実はハーフらしいという噂もありました。ですが高見さんは両親についての詳しい情報を公表しておらず、ハーフという情報も出ていないようです。おそらく純日本人なのではないでしょうか。ハーフ説には元夫であるマーク・エスパーザさんの噂が影響しているのかもしれません。真実は不明ですが、エスパーザさんの情報と混同されている可能性はありそうです。離婚後は高見さんは息子さんと一緒に地元愛媛県新居浜市に移住しています。新居浜市に戻った高見さんは地元のラジオ番組やイベントに出演し、新居浜ふるさと観光大使としても活躍していました。愛媛新聞でコラムの執筆も行っていました。沖縄でも行っていた本の読み語り活動は新居浜市でも変わらずに続けていたようです。そんな高見さんは2022年夏に行われる参議院選挙に立候補していました。きっかけは前回の参議院選挙で愛媛から当選された永江貴子さんから口説かれたことです。永江さんとはイベントで共演経験があり、2021年11月に立候補しないかと声をかけられたそうです。最初はなんで私が、もともと政治家を目指していたわけでもないですし、もう芸能界にいないのでタレント候補でもないのになぜってと語っていたそうです。しかし永江さんの熱心な説得に少しずつ心が変わっていったようです。でも思い起こすと安倍さんが最初に総理になった頃から日本はどこに行ってしまうんだろうと思うようになったんです。政治には無関心だった私でも国民を見てないなぁと思い、それに責任も取らずごまかしてばかりだと、そういう視点で政治を見るようになりました。私は素人ですが芸能界に入り結婚し出産し離婚もし親の介護もやっています。そうしたこれまでの経験を政治の世界で生かすこともできるのではないかと考え立候補を決めました。結果は落選に終わりましたが、高見さんの芸能活動の活躍ぶりを見ていた地元の皆さんは間近でまた活躍している姿を見られて喜ばしかったのではないでしょうか。高見千佳さんの実家の場所については詳しい情報がありませんでした。1980年代から今も変わらず様々なシーンで活躍していた高見さん、今回の訃報は非常にショックだった方も多いのではないでしょうか。今まで多くの人に笑顔と勇気を届けてくださった高見千佳さん、ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。